預ける、柳縦に仕掛けた、クロス決まりました、3点目、1対3、柳のクロスボール当たってコース変わりました。再びリードを広げます。今度はリードを広げるゴールになりました。これも矢島が最後触ったか、キーパーに当たって入ったオンゴールよりも見えますが、今場内では矢島のゴールというふうにアナウンスがありましたが、おそらくこれは谷